30年間愛され続けるハードボイルドアドベンチャーゲーム、探偵神宮寺三郎シリーズ、ついに新章始動。ダイダロス、ジ・アウェイクニング・オブ・ゴールデン・ジャズ。舞台をニューヨークに移し、若かりし神宮寺三郎の始まりの物語を描く。繊細なタッチで描かれるドラマティックなストーリー。没入感を意識したゲームシステム、従来から大きくリファインされたビジュアル、新たなる神宮寺三郎が動き出す。360度探索システム。本作の探索システムでは周囲360度を見渡すことが可能。まるで現場に立っているような臨場感で、気になる部分を探索することができる。スタンスチェンジシステム。誰かに問いかけるときは、相手に合わせてスタンスチェンジを活用しよう。スタンスを変えて質問することで引き出せる情報が変わってくる。思考の木。手に入れた情報は思考の木に集約される。情報を与えるたびに思考の木は大きく成長し、やがて事件解明のための思考の果実を実らせる。思考の果実は主人公神宮寺三郎が導き出した事件の真相そのものなのだ。主人公神宮寺三郎の目線と思考を追体験できるシステムで、物語により深く没入していく。若き日の神宮寺三郎に降りかかる事件の数々。ニューヨークの街に黒い影を落とす暗く物悲しい過去の記憶、やがてたどり着くダイダロスという存在に。祖父と青年、二人の名探偵が織りなす絆の物語。ダイダロス、ジ・アウェイクニング・オブ・ゴールデン・ジャズ。2018年12月13日発売。真実は深い悲しみと眠る。